措置としてはですね、そんな大げさなものではなく、困っている人がいたらですね、助ける。これは日本人の誰もが持っている、ね、人の道でございます。私にとりまして樋口欽一郎は本当に普通 の、 祖父でございまして、その大磯の、家に行きますと、ただただロシア語の本を読んでいる、そんな祖父の姿がとても目に焼き付いています。それも小学校から中学校、高校という非常に多感な時期に祖父の薫陶を受けましたので、思い出はたくさんございます。だからそれがこういう記念館という形になったこと自体、本当にものとして嬉しい限りです。素晴らしい先人の民間の方で記念していただくということは非常に光栄なことだと思います。こういう方がいらっしゃる、全然知らなかった。ですから北海道の人90何パーセントしかないと思います。まあ、軍人とはいえですね、素晴らしい方がいたということですね。やはりこの記念館から発信できれば非常に幸いだと思います。本日はご多忙の中ご臨席賜りまして誠にありがとうございます。日より予定しております戴冠式、皆様お揃いになりましたので始めさせていただきたいと思います。ただいまより樋口欽一郎記念館戴冠式を開催いたします。本日司会を務めさせていただきます石狩市農政課大川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。樋口欽一郎さんの記念館オープニング誠におめでとうございます。実は数週間前こちらの方に初めてお邪魔させていただきまして、その記念館の中とそして自分なりにもウィキペディア等々を拝見させていただいて、またいろんなお話も聞かせていただいて、そのご功績、ご人徳に触れさせていただきました。多くのユダヤの方々を満州の国境で、お助けし、また今この北海道はですね、日本の領土で、あるのもですね、この首都の戦いでしっかりとお守りいただいたこのご功績、非常に大きいと思っております。常々こういった先人の方々のご尽力に触れますと、我々はこの先人の方々のその多大なるご苦労、ご尽力のおかげでですね、今日あるわけで、やっぱりこういった先人の方々に感謝をして、そして我々自身も後世にもっと良いものを残していく、こういった使命を負っているんだなということで強く感じる試合でございます。今日ここの美しい田園の中に、素晴らしい記念館がオープニングするわけでございますけれども、この記念館に一人でも多くの方が訪れて、そして樋口中将のご功績、そしてご人徳にですね、触れていただいて、そしてまたこれからお一人お一人が自分たちも頑張っていこう、そのような素晴らしい一件になったら幸いだなと思っておりますし、私もぜひ多くの方々に宣伝してまいりたいと思っております。個人的には一昨年5月にですね、イスラエルの方に行ってまいりまして、多くの方々にお目にかかる機会がございました。
その時にこの、あのオープニングが済んでいたらなと、もっと現地でいい話ができたらいいなというふうに思う次第でございますけれども、まだ個人的にもいろいろと交流がありますので、ぜひあの大々的に宣伝をして、そしてまた多くの方々をイスラエル、またあの世界各国からですね、お招きをして、樋口中将のご功績に、触れていただきたい、そのように思っております。こうやって美しい景色の中でですね、返還ができた、これはあの加藤市長をはじめですね、多くの方々のお力添え、あったことと思います。本当にですね、こういったその一人の軍人の方のですね、ご功績をですね、しっかりと、検証して、そして形に残すということは重要なことでありました。戦後の歴史というのはなかなかあやふりになってしまったことがありますけれども、ただやはり素晴らしい方は素晴らしかった、そして、良いことを、した方々は本当に良いことをされた、それをですね、しっかり我々も胸に刻んで、そして後世につないでいければと思っております。本日のオープニング誠におめでとうございました。失礼いたします。ここのですね、記念館を作る経緯というのをちょっとお話しさせていただきたいと思います。ここはですね、石狩市さんと、あと国農水省の方とですね、この地域、高岡、小野沢地域を活性化するということで、3年前からですね、いろいろな活動をさせていただいています。その中で、こういう方がいらっしゃるという、全然知らなかったということですね。ですから、北海道の人は90何パーセント知らないと思います。でこんな素晴らしいことをした人をですね、やはり、皆さんに知ってもらうということが大事かなと思いましてですね、進めていこうということでですね、その中で、まあ、お孫さんにあたるあの篠田恵理子さんというあの札幌市議会議員の方なんですけど、もう十何年前からですね、よくあの応援してた方で、そしたらあの一緒にお話に行きましょうということでお話に行って、そうすると心よくですね、進めてくださいということで、そして有志先生の方をご紹介いただいて、そしてこういう形に進められたというのがですね、一応経緯という形でですね、やはりあのここにですね、我々は古民家再生協会ということで、やはり古民家を残していく、いろんな活用をしてですね、で日本のですね、住文化をちょっと残していくということをですね、進めている団体ですので、いかに活用して残すかということを考えて、その中で、まあ、こちらあのソリーっていうんですけども、宿泊施設を作って、で、今度は記念館を作る、そういうことで地域の活性化を図っていこうという目的もあります。で関係人口とかですね、そういうものを増やしていって地域を活性化していきたいなと思って、で、あとユダヤ人をですね、2万人助けた、あのし杉原周明さんですかの2年前にそういうことをやっている、素晴らしい、まあ、軍人とはいえですね、素晴らしい方がいたということをですね、やはりこの記念館から発信できれば、非常に幸いだと思います。まあ、挨拶以上で終わらせていただきます。ありがとうございます。本日、北海道石狩の地に、樋口喜一郎記念館開館の運びとなりました。喜一郎の孫の一人としてこれに過ぎる喜びはありません。これまでのさまざまな準備に当たられた準備委員会の皆様、またこの素晴らしい環境に立つ石村を記念館として使わせてくださった北海道古民家再生協会理事長江崎幹雄様、そして戦後に75年の長きにわたり、祖父が軍司令官として北海道防衛の策を練ったデスクを保管され、記念館にご対応くださった陸上自衛隊真駒内、駐屯地資料館の皆様に心から御礼を申し上げます。私は喜一郎の長男末隆の息子として、終戦の翌年1946年に東京の田園調布で生まれました。まあ幼い頃のことはよく覚えてないのですけれども、唯一鮮明に覚えているのは欄間にですね、かかっていた2枚の額の言葉なんです。で一つは優美無冠、つまり備えあれば憂いなし、もう一つは徳は潤す、どちらも祖父が自分で書いたものでした。まあ、彼のモットーだったと考えて良いと思います。徳は潤すというのは
古代中国の道徳書来記ないしは礼記の中の大学という文章の中にあります。富は奥を潤し、家を潤しですね。そして徳は身を潤す、それをまあ簡単にして徳は潤すというふうにしたものであります。現代風に訳すと、まあ、人徳を積めば自分自身が豊かになるという意味だと思います。記念館に掲げてある17枚のパネルを読んでいただくとお分かりになりますが、まあ、戦後の教育ではとかく評判の悪い軍人ではありますが、戦後75年経って、今なお、まあ、多くの方に褒めていただく、祖父の業績は、一つには満州における先ほどご紹介がありましたユダヤ難民の救済の問題、それから第5方面軍司令官として、スターリンの北海道侵攻作戦をどうにか阻止したことだと思います。祖父は、まあ、ユダヤ人救済に関しては、まあ、人間として当たり前のことをしただけだと言っておりました。まあ、彼としては人道主義 などと言われてはかえって思うかゆいばかりだったと思います。これは、このこと言い方はですねちょっと大げさなんですけども、それはアメリカ軍の調査官でありましたらキャッスル中佐という方がですね、取り調べが終わった後にですね、祖父を札幌グランドホテルに招待して、あそこがアメリカ軍の、本部だったんですね。そしてそこで、祖父にランチをご馳走しながらですね、あなたはそのグレイトヒューマニストであると、さまざまなことでですね、その他にも捕虜の虐待が非常に少なかったとかいろいろございます。そういったことを全部お調べになった後でですね、そういうことを言ってくださったということで、まあそのことから、まあ、いろんな方がそう、人道主義者などというですね、まあ、レッテルを貼ってくださって、本人が聞いたら恥ずかしいと思うんですけれども、まあ、そういうことでございます。祖父としてはですね、そんな大げさなものではなく、困っている人がいたらですね、助ける。これは日本人の誰もが持っているね、人の道でございます。それに従ったままでだということで、あんまり褒めてもらうほどのことはないずっと言っておりました。まあ戦争末期の北海道防衛はもっと大変でございましたね。最近私は祖父の遺構を集めた陸軍中将樋口喜一郎の遺訓。ユダヤ難民と北海道を救った将軍という本を、こんな可愛いの、弁政出版から出しましたが、まあ、これを読むとアメリカとソ連の侵略から北海道を守るために、それ、祖父がどれだけ周到な準備をしていたかがお分かりいただけると思います。まあ、それにもかかわらずですね、数多くの、まあ、戦争でありますので数多くの犠牲者を出さざるを得なかったということを忘れてはいけません。備えあれば憂いなしと言いたかったのでしょうが、現実には備えども憂い多かりというのが戦争でございます。まあ、そういう戦争は絶対してはいけないわけですけれども、しかしまあ起きてしまった道以上ですね、北海道を守らねばならないというのは昔も今も同じだ。まあ、現在、北海道はこうして日本の、とにかく日本の領土として残ったわけでございます。私たちはそのことを忘れないためにも、そんなことを次世代の若い方たちにも伝えられる、この記念館の開館は大変意味深いものだと思うわけでございます。ご清聴ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。ただいまご紹介を預かりました、私は樋口喜一郎の三女の、長女でございます。札幌市議会議員をしております篠田理子と申します。今日は、本当に天気予報では、雨が降るかもと言われておりました天気でしたけども、このように本当に気持ちの良い、いかにも石狩らしいこの天候に恵まれた中で樋口喜一郎記念館が開館することになりましたことについては本当になんか感無量でございます。私は篠田理子は47年前にたまたま札幌に住む夫と縁がありまして札幌で結婚をいたしました。で、私にとりまして樋口喜一郎は本当に普通の
祖父でございまして、私が記憶しておりますのは、私がまだ小さい時、小学生の頃、その頃あの祖父は、神奈川県の大磯というところに住んでおりましたが、その大磯の、家に行きますと、ただただロシア語の本を読んでいる、そんな祖父の姿がとても目に焼き付いています。寡黙な人でありまして、余分なことは何も言わないだけども、本当にただ勉強家なんだなというふうに思った次第です。で、今47年この札幌に住んでおりますと、札幌の中で、そしてまた北海道の中で、樋口喜一郎がどのような、活動をしてきた、軍事行動をしてきたかということについては、さまざま見聞きすることも多ございます。私もこの間、北海道、札幌にあります五穀神社で行われます圧倒の記念、慰霊祭であったり、またつい先日もキスカ島の慰霊祭がございましたが、そういったところで参加させていただきますと、本当に北海道で、たくさんの方たちが戦争に赴かれ、そしてまた、ご遺族が本当にさまざまな思いを持ちながらも慰霊をされている姿を見ると、私も本当にこの北海道とこういった形でご縁があるとは、思わなかったわけですけども、本当に今実感を持っているところでございます。ここに収められている、机は、真駒内駐屯地にありましたとき、10年ぐらい前でしたか、雪まつり、それ以前の時でしたか、拝見したことがございます。本当に大切に保管をされているその机を見ますと、何かとても祖父を身近に感じることができました。しかし、真駒内の駐屯地の中では、なかなか見ることもできなくなった中で、このような形でこの記念館に収めていただくことができたということに関しては、本当に自衛隊の皆様方のお力のおかげと本当に感謝するところでございます。今回この記念館ができましたことにつきましては、江崎さんをはじめ、そしてまた今回は石狩市長の加藤様をはじめ、多くの皆様方のご尽力をいただきまして、このように完成することができたということに関して、本当にありがたく思っております。ただ一人、この北海道で住みます樋口喜一郎の孫の一人として、これからも樋口喜一郎の考え、そしてまたさまざま思い巡らしたことを人に伝えることができれば何よりかと思っております。どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます。本日はおめでとうございます。衆議院議員中村博之様の代理として、秘書の小坂厚夫様、はい、本日はおめでとうございます。衆議院議員佐藤秀道様の代理として、秘書の川島文義様、はい、おめでとうございます。衆議院議員池田真紀様の代理として、秘書の小池信夫様、はい、本日はおめでとうございます。参議院議員横山真一様の代理として、秘書の吉井徹様、はい、本日はおめでとうございます。参議院議員八路義雄様の代理として、秘書の幼内隼人様、はい、本日はおめでとうございます。参議院議員徳永恵里様の代理として、秘書の岡内隆弘様、はい、本日は誠におめでとうございます。石狩市長加藤達之様、どうも本日はおめでとうございます。陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊長赤羽義秀様、おめでとうございます。陸上自衛隊真駒内駐屯地司令職務室長木名水博様の代理として、大谷正俊様、本日はおめでとうございます。一般社団法人全国古民家再生協会顧問
内閣官房歴史資料を通じた観光のまちづくり専門会議専門員井上浩一様、おめでとうございます。一般社団法人古民家再生協会片平和義様、おめでとうございます。以上でございます。この記念館の準備に対しまして、平木理事長、またご親族の皆様方のご協力があって、この古民家総理のおそばにですね、このような記念館ができたこと、本市の首長として誠に喜んでいるところでございます。皆さん、この場所、高岡五野沢地区石狩市内でもですね、水稲栽培が最初に始まった場所です。非常に風光明媚な場所にですね、こうやって昨年10月古民家ができ、また北海道に縁ゆかりのある樋口元中将のですね、記念館ができたということ、非常に嬉しく思っております。先ほどから皆様方のお話がありましたように、アッチ島の玉砕の悲劇、キスカ島の奇跡的な撤退、また8月15日以降のシュムシュム島の悲しい戦が、しかしながらそれらをですね、乗り越えた中に我々今北海道民としてこの地に立てていることにですね、非常に感謝を申し上げる次第であります。我々日本人はやはり戦後75年経っておりますけど、先人のご苦労をですね、ぜひとも後世にお伝えする責務、義務があるのかと思っております。今回樋口喜一郎さんの記念館ができたことによって、石狩市民のみならずですね、より多くの方がこの地を訪れて樋口喜一郎さんのですね、ご功績を身をもってこう体験すること、思うこと、それが何よりではないかと思っております。この古民家にはですね、実は10月の3日4日と三笠高校って北海道に高校があるんですが、調律の、料理を作る専門の高校なんですが、その学生さんたちがトレノサトというその農産物の販売施設に見え、非常に今地元で三笠で有名になっている石狩の食材を使って、食べてもらうというイベントがあるんですけども、その生徒さんもこの古民家に泊まっていただくことになっております。そういう若い世代にもですね、ぜひとも偉大な功績をですね、伝えていただければなと思っております。魅力ながら我々、石狩市としてもですね、いろいろな形でお手伝いをさせていただきたいと思いますので、今後とも皆様方のお力強いご支援をですね、よろしくお願いを申し上げます。本日は誠におめでとうございました。もう4年前でしょうか、この地にですね、あそこの道のところから雪がいっぱい降っておりまして、ここに宿舎を作るんだということを江崎さんが、おっしゃった、入れなかったんですね、除雪をしてなかったですから、ここから先は人がいないんで除雪しなくていいんだという話です。それがですね、このように素晴らしい処理という建物ができ、そして、今日樋口喜一郎さんのですね、記念館ができて、このように活性化していくことを大変嬉しく思います。私は戦争は知らない、樋口喜一郎さんを知りません。どのような活躍をしたのかということがここへ来て初めて見える、非常に嬉しく思いますし、日本を、この北海道をしっかり守ってくれた、また多くの人を、世界の多くの人を助けた、そんな先人が、そんな日本人がいたことを大変誇りに思います。このソリーにですね、来て、そして泊まって、そんなことを語れる、そんなことを感じられる、そういう人が増えればいいなというふうに思います。私ももちろんでございますが、多くの皆さんがそんなことを、お話しいただき、そして、このソリーで少しでもそういうことが感じられる、そういう地になって、この五野沢地区がより活性化するのが嬉しいと思います。今日ですね、皆様にこのように支えられてオープンできたことを大変嬉しく、またですね、皆様に感謝、差し上げるとともにですね、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
それではここで樋口喜一郎記念館開館式の開催にあたり祝電とお祝いメッセージをいただいておりますので披露させていただきます。本日樋口喜一郎記念館の開館式が自然豊かな高岡の地で盛大に行われますこと心よりお喜び申し上げます。ご案内をいただいておりましたが出席することができずとても残念です。今日の開館までにご尽力された関係者の皆様に心から敬意を表させていただきます。偉大な人道主義者であり北海道に多大な貢献をされた樋口喜一郎の功績がこの開館を機に多くの皆様にさらに認識されますことをご期待申し上げます。ご出席の皆様のご健勝と記念館のご発展を記念申し上げお祝いのご挨拶とさせていただきます。衆議院議員佐藤秀道様、続きましてお名前のみの披露とさせていただきます。衆議院議員中村博之様、衆議院議員武田真紀様、復興副大臣参議院議員横山慎一様、陸上自衛隊北部方面総監陸将前田忠夫様、ありがとうございました。どうぞ。こういう場所に展示されることになりましたが、はい、いかがなもんでしょうか。いやもうあの樋口氏は有名な方なんで、まあ、あの素晴らしい先人 の, あの民間の方で記念していただくということは非常に光栄なことだと思います。私はあの樋口喜一郎の長女美智子の三男にあたります。で上の兄姉は戦前の生まれで私は戦後の生まれです。で私の父も軍人で、軍医でフィリピンから戦後帰還して私が生まれたんですけども、祖父とはあの大磯に5年間住んでた時に私はその隣の平塚というところから大磯にのボイスカートに入っておりまして、長い間5年間あの祖父比較的近くにおりましたんで、それも小学校から中学校高校という非常に多感な時期に祖父の薫陶を受けましたので思い出はたくさんございます。だからそれがこういう記念館という形になったこと自体本当にママとして嬉しい限りです。 ありがとうございます、はい、本当に今日は感無量で、ございます、はい、私にとりましては本当に祖父の姿というのは、本当に寡黙な読書をしている祖父の姿しかわからないんですけども、でも本当に今になってみると75年前さまざまなことがあったんだなということを改めて感じます、はい、まあ、やっぱり歴史は知ってほしいなと思いますね。私自身も戦後生まれですけども全くわからなかった、うん、だけどもそれ以降に生まれた人たちはもちろんわからないわけで、でもやはり日本もさまざまなことがあったことによって戦争をしなければならなかったということも知り、そしてなおかつ二度と戦争はしてはならないものだということはね、やはり改めてこの場に立つと思います。いや感無量ですね本当に。この北海道のその地にね、こういうやっぱり形になるっていうのは、まあ、最近いろんなところで取り上げていただいてね、新聞がなんだっていうテレビだっていうのはあるんですけども、やっぱりこうやって形が樋口喜一郎という名前が形になって残って、それが何も知らない方がここに来られて、ああそういう人が昔いたんだなってことをね、考えていただくと、特に若い人たちがね、戦争という不幸な時代にもね、頑張っていた人がいるんだと思うと希望が湧くじゃないですか、今後にもね。そういうふうに使っていただければと本当に願っております。